それで大阪夏の陣の続きなんですけれども、はいはい、前回はこの真田信繁が首を取られたというところまで、うん、取られたというか、まあ、自決して首をまあやると言って、うんうん、あまあその最後のところは、まあ、どういうふうに書いてあるかということでね、そうですね、あったかなかったか、まあ、うん、まあ、それに対してね、はい、記録が残ってるんですね、うん、興味深いですよこれも、うんうん、ちょっと見てみたいと思うんですよね、はい、これも天元実記という中にこういうことが書いてあったという、うんうん、はい、だからこれが正しいかどうかという問題じゃないですよ、うんうん、だからこういうふうに書いてあった、書いてあったと、うん、敵の首印ね、炎書のものすごい厚かった、うん、夏の陣損じたるものもうくしゃくしゃになっちゃってね、うん、王子、うん、でもはや持ってまいるに及ばずと、もう持ってこんでもいいと家康が言ったの、はい、うんうんうん、あとされど真田が首と真田の首と、うん、三宿越前の首はご覧あるべしとて、うん、あなるほど、見るべきと、これはもう徳川さんざん痛めつけた名称、三宿官兵衛というのはこれは家康が信頼をしていたけども、うん、その最後豊臣方にこう入って自ら大阪の方に入って身を投じて、はい、そして頑張ったものすごい強い武士だったんです、うんうんうん、でこの二人だけの首は見たいぞと、はい、こういったわけね。で真田が首を忠直阿尊の家臣、忠直阿尊というのは越前の松平忠直、その、まあ、越前の松平忠直は大名でしたから、はい、阿尊、それの家臣である西尾、うん、ね、仁左衛門持ってきた、西尾仁左衛門が持ってきた、はい、この西尾が取ったというのは他の資料もいっぱい出てきます、うんうんうん、首を取ったんだと、なるほど、持ってきた、はい、で実験に入る、首実験、うん、左衛門おばかねて見知せですね、賜れば、うん、それはこの前はね、向かい歯かけて、はい、かけてないかと、うん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 、御尋ねにて、はい、つまりこの真田信繁の会話は前々から自分もよく見てるから、うん、聞くぞと、この歯が欠けてるかどうか確かめろって言った。なるほど、はい、で口を開きね、ミシに見たら果たして欠けていた、欠けていたと、うん、二左衛門へだこれは本物だってのがあった、うん、勝負はいかに、うん、と尋ねたまえば二左衛門とかうてのはとかくです、うん、とかくのお答えに及ばず、つまり何も答えなかったという。トカウのお答えに及ばず、ただひれ伏していた、うん、ただひれ伏していた、うん、どういう勝負だったか言えと言ったのにと答えなかった、勝負ではなかったから、うん、うん、よし首取りたるわと仰せにて、よく首を取ったな、はい、と仰せにて、後に謹慎に、はい、あれはな勝負はなかったぞと、うん、のたま、なるほど、あれは真田の死んでからの首を取ったか、うん、まあ、それか真田が首をやると言ったか、うん、勝負をしたわけではなかったぞと、うん、いうことを自分の謹慎に言ったというんですね、なるほど、うん、でこれがまあ最後のところ、うん、だから真田信繁はもうその俺の首をやると言ったんだろうということがよく言われるわけね、なるほど、次にまた越前家の野本右近、うん、野本右近が三宿官兵衛の首をご覧に入りしかばと、うん、さてさて三宿目は年のもう年を結構取ってるはずだと、はい、これも勝負はいかにと仰せられる、うん、天皇上元よりただ一騎来たり、うんうん、で茜の羽織を着て、うん、ね、若党を二人呼び何やらん言いつけて二人とも後ろの方に走り行った、うん、だから一人になっちゃった、はい、それがしが近寄り見つけてやり取りて馬より下がるところへ走りかかりやりつけしに走ってきて、ああ槍を自分のところについてきたんだと、うんうんうん、重ねて手向かいもいたさざれば、うん、そのまま打ち取る取りぬという、んあのね槍、まあ、槍をつけたんだな、はい、だからこれ野本が槍をつけたんだな、はい、そのまましてって、はい、そしたら、うん、あの手向かうこともなく、うん、そのまま打ち取る、うんうん、何時は良き功名を遂げしと仰せられて、これは家康が言った、うん、お前はいい功名をあげたな、はい、後に三宿が若き折ならば、はい、あの者なお前なんかに首を取られることにはなかった、うん
こう言ったっちゅうです、ね、言いますねつまり三宿官兵衛というのはもう年を取って自分で諦めて、うん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 、お前に打たせたんだと、そういうことですね、うん、このなんか2人もの逃したというか、そうそう、だから、うん、まあ、家康はこの2人についてはね、うん、かなりこう、うん、武者として認めているっていうのか、いずれ江戸時代に入って、まあ、入ってますが、うん、武士たちがその儒教をもとにした忠義だとか、うん、まあ、いろんなことをこう大事にしなきゃいけない時代になったんだぞといった時に、うん、この真田の話っていうのは欠かせない忠義の、うん、そして武士としてのあるべき姿のお手本になっていくんですね。なるほど、うん、そういうこと。この二人をこう打った、うん、あの武士は、まあ、あの一応武功の手柄を立ったわけですよ。そういうことですよね、うん、まあ、ラッキーといえども、うんうん、でもそのうちうちのことがここに書いてあるわけ。でもまあそれだけね、運も持ってなければそれも転がってきませんから、うん、そういうこと、そういうこと。そう考えるとやっぱりね、うん、すごいですね。古い文語帳の本あの文字でね、読みにくいんです。読みにくいけど、ね、まあ、じっと見ておると、うんうん、一個一個丁寧に訳さなくてもいいですから、あ、こういうことが書いてあるのねっていうのが、うん、もう読んで見て取れればね、これ十分ですから、まあ、嫌がらずに暑い夏にまた何かそういう資料があったら、うん、一回三河物語あたりを読んでみると面白いんですよね。でもこれこういうことってやっぱりわからないことですから、うん、ね、な、読めなくてもなんとなくこういうことかってわかるとまた面白いですね。あ、そういうことですよ、ね、はい、まあ、これも僕、まあ、読んでいて頭がでもね、こればっかり読んでるとね、うん、頭が変になってきますんでねではね、この YouTube チャンネルですとね、はいはいはい、先生がちゃんと解説してくれるから自分で読んで分からなくても、まあ、そういうことが書いてあったあ、すごい、そっか、はい、これこの図はね細かい、うん、細かいけど、あの大きい屏風のハイライトシーンの一番中心はここ。お、ハイライトシーン、うん、一番真田隊と松平忠直隊の激戦、で、結局は松平忠直が真田信繁の本体を打ち破るんだけど、うん、その激戦の最中に真田は徳川の本陣に何回も攻めかかってきて、うんうん、忠直がこう出てくるっていうことになるんですがね、信繁の死、これが忠直の方で、ここで分かるのはね、うんうん、槍合わせって言うんですよ、はいはい、槍を合わせ る、うん、戦の始めはね、集団でやるときは、はい、うわーって切りかかるので槍をこうチャ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 とこう合わせるんです。おで相手との距離を取って、うんうんうん、槍はね突くんじゃなくて叩くために叩く、槍で相手を叩くんだそうです。多くはそれをやってる。意外、意外ですよね、うん、突くものだと思ってました。まあまあ、そんなことに使ったと言われてますけど、うんうん、これがね、うん、ハイライトシーンの1です、中心、中心、これが2番目の中心、ここにさっき言った四天王寺の鳥居が、うん、鳥居がある、四天王寺の表の戦いで、これすごいですね、毛利勝長隊の奮戦、うん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 、本多忠勝がここで討ち死にをした、うん、という場面なんですがね、まあ、勝長がこれで頑張ってやってるわけですよね、うんうんうん、はい、こんなところすごいでしょ。まあ、こんなのが合戦図屏風の中に出てきます、はい、さあ、うわ、これが最後松平隊ですよね、きっと。あ、すごいな。真田隊を破り大阪城一番乗りを果たす忠直隊が、うん、まあ、これは屏風の中での戦いの様子ですが、うんうん、この忠直、ここに対してるのは真田隊だったんですよね。はい、まあ、こんなことがあった。で、ここでやられてるのが本多忠勝。ああ、うん、こんなふうにこう連続して書いてあるんです。なるほど。ああ、ちょっとこの忠直を僕探してないんだけども、うんうんうん、まあ、どっかにいると思いますよね、これ、うんうん、この人のことですからきちんと書いてあると思います。周辺を側近に守らせて、ここかな、うん、あ、これは違いますね。あ、これ違うんだ、うん、これをホロシュと言いましてね、背中にこうよくわかるこう布を巻いて戦場から、これは情報伝達版です。あ、そうなんです、こっちにもいますもんね、うんうん、前方の方でこういうことがありますぞとかね、いうことを全部伝達して大将に。あ、なんかこう全部の絵が立派すぎて、うん、細かく書いてあって、うん、細かいよね。でもここに見ると三つ葉葵が書いてあるでしょ。あ、本当ですね、越前松平家の若者ですよ、はい、なるほど、うん、面白い、はい、まあ、こんなことが出てきます、はい。
これがうわまた秀忠の本体です、うん、これをよく見るとここに書いておきましたが、うん、ここに秀忠がいます、うん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 、大将が差し出された首、うん、首差し出された兜首、うんうん、兜をつけて首を出すんです。あ、分かるように。そうなんだ。これは偉いやつ落ちとったぞと。あ、でこれをここにほらあ書いてるし、メモしてるの、はいはい、うん、だからこれはもう戦の終盤の様子を書いてますよね。でこれは秀忠の本体、うん、でまあそれだから秀忠はやっぱり大将でしたから、うん、彼が首実験をするっていうのが本筋なんですね、うん、まあ、家康も首実験はしたんでしょうけども、うん、あのさっきもしたってましたね、うんうん、彼に大体主なものは譲って記録も全部幕府がやると、うん、なるほど、いうことになってたんでしょうね、はい、これはねこっちの方に古墳が見えるはずなんですね。応神天皇の古墳がこの辺り近かったという話です。そうなんだ、うん、そういうのがちゃんとこれがそうですね。あ、古墳、これ古墳が書いてある。これがこれが応神天皇の古墳と、はい、まあちょっと家康の本体も見てみましょうか。うわー、またこれはこれが家康の、徳川家康の、はい、わかりました。これ、あ、懐かしいでしょ。懐かしい、懐かしいっていうかこれを馬印という、う、まあ、これ旗印というふうに考えても、うんうん、これが倒れてた、もう要するに本陣まで突っ込まれて家康も旗本も逃げて、うん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 、これだけ倒れてたのを大久保彦左衛門が嘆いたというね。で自分が戻したと、うん、立てたと、うん、それからよくある質問のまあまあ細かいところまでは僕もこれ見てるわけじゃありませんけど、うん、ここに5って書いてあるでしょ、はいはい、5、5関数字、これドラマの中でも特化これ家康を囲んでるんです彼ら、うんうんうん、5、 5、他にも5ってこれ5って何ですかって聞かれる、うん、何ですか。これは大体服部一族なんですがね、情報伝達をする係が5をつけてるんです。あ、だから徳川が見てても、うん、ああ5が来た5が来た、あ、なんか情報持ってきたぞ、こういうことになる。分かりやすい。そうそうそう、彼らだから戦場を走り回っていろいろな情報を対象に伝達をする、うん、今こういう状況だよと。そうそうそう、うん、でまあこれ判断をしてくるんだということになるんですね、はい。五字記と言いますけど、五の字の記、うん、五字記をつけたのがいるっていうのは大体家康本体の部分ですね。こんなことでね、なんか報告してるんですね、一生懸命。これが金銭の馬印、はい、金銭の馬印、五、うん、の旗をつけた使い版ね、うんうんうん、はい、まあ昔も今も情報は大事ですもんね。ちゃんと把握して、でもこういう絵を見てるだけでも楽しいでしょ。いやちょっとね、えすごいですよね。あっという間に時間が過ぎてしまいそう、うん、ね、さあ、あら、これがこれがどこの本陣だか分かりますか、はい、よく探してください。見たことがあるものが真ん中のちょっと上にあります。あ、あった、あった、あ、すごいね、うんうん、これは何でしたっけ、あのってことで、あれです、豊臣、うん、秀頼の本陣、はい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 、千成廟丹の馬印が描かれています、うんうんうん、なるほど。がここをねどれだけ探しても秀頼本人がいない。なぜここの立派なの違うんですね、じゃあ、うん、あ、違うか、これ違うか、うん、まあ影武者も出してなかったでしょうね。秀頼本人はいない。これは淀君が出てはなりません、危ない。で秀頼は自分本人はもう出て戦う、うん、で自分が出てこの馬印をあげればみんなこう勢いづくだろうと言ったけども、うん、結局も淀君が止めたという。で、その王の春永たちはせめて馬印 だけでも出していただきたい。あ、そうだね。ということで、うん、ここにはね、本人はいないということが注釈で書いてあるそうです。それはどうなんでしょう。良かったんですかね。うん、まあ、ね、淀君の判断は。まあ、当然ですけども、真田信繁も本人にお出まし願いたいということは。まあそうですよね。うん、対象にちゃんと、うん。城の中じゃなくてね、まあ、四季のね上がり具合が違ったでしょうね、うん、そうそうそう、出てきてほしいってことは思ってたと思うんですけどね、まあ、これがだから秀頼の本陣、うん、これが表されていますよ。これはね、この絵は王の春長の噴泉図って、うんうん、この中でここにいる人ね、うん、おお、なるほど、これが王の春長、ちょっとなこっち側ちらっと見てる、うん、そう、反対のを見てますがね、うん、はい、これがそうです、うんうんうん、で
大野春永っていうのはね、はい、ドラマだとどっちかというとまあひ弱な感じっていうのかね、うん、知略でずるい男みたいな感じで描かれる、うんうんうん、淀君といい関係じゃなかったのかみたいなことも言われる。あ、そういう人でも、うん、でも実際は違う。淀君の側近としてね、うん、使える大蔵卿の坪根の子である、うん、大蔵卿坪根の子である。春永は関ヶ原で東軍として軍功を挙げた、うん、これだから家康が大変認めとった、うん、大阪城での務めを許された、うん、ね、秀頼について補佐する、うん、春永は落城時にこの人が千姫を城外まで出して、うん、ああそうなんだ、徳川方に無事引き渡した後に、うん、山里郭に入って淀君秀頼と共に自陣をした、最後まで見届けた。なんかしっかりした方ですね。ものすごいしっかりしてる。え、うん、なんでそんなスキャンダラスなことを言われちゃうんですかね。わからないんですね。だからその大阪城の内部をね、まあ、表すのにあまりかその想像の世界だけで、うん、あいつはこういうちょっと小ずるいやつだとかね、いいやつだっていうような描き方はね、うん、するのはいかがなもんかなと、実際は思います。これも皆さん知っとってください、ね、知ってあげておいてほしい。そうです、ところですよね。この王の春房という弟も、うん、家康があれほどの忠義の心はいないということを関ヶ原で認めた人です。あ、そうか、うん、だから王の兄弟っていうのはね、うん、大したものなんですよ、うん、大阪をずっと背負ってきたっていうね、うんうんうん、はい、はい、さあ、はい、この回の最後になりますが、最後この屏風の、いよいよ、はい、ちょうどこれ真ん中よりもね、うん、もう一番隅の方ですよね、はい、うん、ここに立ってるのが大阪城の、はい、うん、でここにこれこけら葺きなんですがね、はい、これ千畳敷きあったっていうんですけどね、本丸御殿。あ、本丸御殿、はい、まあこの焼け落ちる前の大阪城天守、うんうん、こけら葺きの千畳敷御殿というのがあるんだそうですが、うん、まあこれ兵がこの時にはまだ外に出てますよね、うん、大阪方が出してる。だけどここからうわーっと攻めて寄せて入っていってしまう、うん、でここよく見てください。え、城、うん、はい、ちょっと見てみましょうか、アップで。この辺よく見て、窓、あ、何か人うん、人がいるんですか、この辺。そう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 、うんうんうん、そうそう、こんな風になってるんです。見てる女官たちが、ね、女の人見てる。ここからね、覗いてるんだ。そう、心配になった大阪城周辺の戦況の様子を一生懸命見てるんです。ここも全部細かいし怖い、ちょっと、ね、これ見た時にね、へーと思ったな、すごい。つまり、はい、ここまでは勇ましかったでしょ、うんうん、そうですね、右席、はい、右側の方、うん、ここの真ん中の大阪城のこの人たちを境にして、うん、向こう側は怯えなんですよ。あ、なるほど。一番最初の先生がご説明いただいたところですね、うん、3階の窓から心配する戦況を見守る旅館たちと、うん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 、この描き方っていうのはね、最後はね、うん、この城焼けます、はい、でこの絵が現在再建された、うんうん、復興された大阪城のモデルなんです。ああ、そうなんですか、うん、これをモデルにして、これを元にして今復興されで、台はこの大阪の陣の後徳川が整地をして復興しますので、はい、石垣だとか、うん、天守台のこの車、うん、あれはもう随分土盛りをして高く上がっています、うん、その上に豊臣時代の天守を建った。だから徳川の土台と豊臣の天守が合体したのが今の大阪城と。なるほど。いうことです。くしくも、はい、またそのつもりで大阪城もね、うんうんうん、で入っていくとね、ここに浜崎さんが出て映るようになってこうやって見て、まあ、それはないですけどね、中に大阪城っていうのは、うんうん、屏風絵が多いところで有名なんです。いろいろ屏風絵実際で、これ今
面白かったでしょ、うんうん、しこの間冬の陣のやつも結構面白かったでしょ、はいはい、うん、顔を当たってる商人だとかね、はい、あの商人打って、うん、少しそういう知識を持って見に行かれるとそうですよね、楽しいですよこれ、行ってみたいね、うんうんうん、はい、ということで秀千姫の懇願、うん、除名嘆願、うんうんうん、これダメだったって話が出てくるんですが、まあこれはちょっと簡単にね、うん、これも天元実況沖縄物語みたいな、秀頼母子はこれは助けたいと、うん、助けおかれ、まあとにかく岡山に行って秀忠に将軍にもそのことを言ってみてくれと、うん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 、本田正信に頼んだわけ、正信を岡山に行ったら、うんうん、これはダメですと、千姫私の娘だけども、うん、これだけのことをしたんだから天から大罪だと、うん、いうことで許すわけにはいきませんと、うん、大御所ので、そう言ったけども、はい、ともかくもでね、うん、大御所のおぼし召しに任されるべしと申して、うん、姫君の方へも参りかくと申した、はい、うん、で両御所、うん、秀忠と家康がご参会あってしばしご密談あり、二人で話した、うん、結局秀頼は除名したまえ、うん、ここが将軍の分別どころなりとのたまえば、うん、将軍家を仰せられる おっしゃることはね、仰せられることなれども、うんうん、数度の反逆この上はもはや助け難しとのたまえば、老人の核まで言うを聞き入れんかと家康は怒ったっちゅうんですね、うん、この上は力なしと、うん、もうしょうがないなということになる、そうか、うん、で心に任したまえ、お前の思うとおりせよと、いとご不況の様子、うん、不機嫌だった、はい、で席を立った、うん、ほどなく「いいの備えより足田車」って書いてあるのはさっきて山里車、うん、そこに鉄砲を打ちかけた、本天守の北側に黒輪があるんですが、うんうんうん、そこに逃げてたんですね、あの秀頼も淀君も、はい、で秀頼はじめ、うん、ことごとくですね、生涯ありしよし聞こえ、みんな死んでしまった、ひどい話ですね、うん、まあ、この時にね、うん、さっき言った王の春長、はい、から毛利勝長らも一緒に伴っていたと、うん、でその交渉してるのを彼らしてたと思います、うん、が井伊が鉄砲を打ちかけてきた、あ、これはダメだな、うんうんうん、ということだということで、なんでそこでこう待ってたかというと、千姫はもう逃がしてったんですね、うんはい、で千姫に除名嘆願をさせて返事を待ってたわけ、うんはい、そしたらもう鉄砲が打ちかかってきたと、うんうんうん、あ、これはダメだと、まあ、これで潔く腹を切りましょう、うん、自害をしましょうということになった、はい、その場所が残ってます、あ、残ってるんですか、うん、大阪城の天守を見て、はいまあ、外国人が多かったんですけど、ね、行った時はね、うんうんうんここ日本かしらと思うぐらいの、うん、観光地ですね、そうです、うん、中国語が多かったですね当時は、うん、でなんかエレベーターでうわーっと行って、うん、うわーっと帰って行って、うん、大事なのは天守を降りたらその誰も行かない北側に石段を降りて、うん、ほんのわずかですから行ってみてください、うんうんうん、そこにこの日が経ってあらこの上に天守閣、うん、向こう側ばっかり人はいるんですが、うんうん、こっち側いないの、あ、ちょっと寂しいですね、うん、豊臣秀頼淀殿ら自陣の地という、うん、石碑があって、ね、これがね大阪城内の山里郭跡と言われているところ、うん、ここで死んだんですよ、うんはい、今日はここまでにしますが、うん、これはね実は珍しいんですね、これは僕は何見つけたかったかな、炎上する燃えてますね、天守がもう燃えてます、またちょっと絵のタッチが違う感じなんですね、そうですそうです、これ宣教師たちです、そうですよね、だからこれが発見されたのが、うん、アメリカの図書館、あ、そうか、宣教師の見た大阪の人、うんうんうん、カロン1663というのはまあこの年に書かれたのか、うん、まあ、でも見た様子をこう書いたんですよね、うんうん、大阪城内に兵たちがうわーっとなだれ込んでいく様子が、うん、ここに宣教師たちがいます、はい、ね、で
大阪城人がいっぱい武士たちが入っていって、うん、最後炎上しているというね、うん、この絵を見るとあこれでいよいよ戦国っていうのは終わったんだな、うん、そうですねという様子が分かりますよね。はい、はい、ということで今日は、はい、まあ、とりあえず大阪城の夏の陣がどんな風に始まったのかっていうのは先々回、うんうん、はい、それから細かい特に真田だとか毛利だとか、うん、はい、本多忠友だとかっていう、まあ、もっと本当は細かくやるといっぱい出てくるんでしょうけどね、今日はマップで勘弁していただいて、いやいや楽しかったです、活躍の様子、うん、そして今度は屏風画を見ながらね、うん、大阪の陣というのはどんなふうに展開されたかっていうのを見て、はい、最後は残念ながら豊臣が滅んでしまいましたよっていうところに来ました、はい、でまだね実はこれ本当は半分なんです、はい、まだまだ、うん、その向こう側の屏風の屏風、うんうんうん、はい、もうこれはぜひね、ただね残酷なんですね、恐れっておっしゃってましたもんね、恐れが描かれてるって先生、もうそのままズバリ書いてありますからね、あ、そうなんです、浜崎さんに見せていいもんかどうか、そんなに、まあ、かなり残酷です。あ、そうなんですね。またまあ、ズバリ紹介していきますので、これは次回、はい、はい、またぜひ見ていただきたいと思います、はい、非常に興味深い回になります、はいはい、今週もありがとうございました、はい。